レシーブでストップができなくて困っている方はぜひ参考にしてみてください。それではどうぞ。相手のラインをそっと置きに行くようなイメージです。これを少しでもこう力を入れて弾いてしまうと絶対こう突きになって相手のラインから来てしまうので、なるべくこうそっとボールを置きに行くようなイメージで弾いてしまうと広げてください。で、最後のポイントとして、無駄な動作はほとんどしないでください。無駄な動作ってラケットをこう右に動かしたり左に動かしたり、こういう動作を挟んでしまうと絶対にボールに力が加わって相手の台から出る原因になってしまうので、ストップをすると決めたらシンプルにラケットを前にちょこっと動かしたり、これの動き以外は基本的にこう無駄な動きになってしまうので、この動き以外はなるべくしないように心がけてください。